こんにちは。最近の相場に関連するニュース、そしてチャート的にはどう動くねんっていうのをまとめて聞ける動画あったらいいのを形にしました。七不思議のパーフェクトアイラップラップ。というわけでこのコーナードル円と日経225でガッポガッポ儲けてる七不思議に僕たちもガッポガッポ儲ける方法を教えてもらおうというコーナーです。はい、なので本題入る前にお知らせがあります。実はこれ先週ねこのコーナーお休みしているんですけれども、お休みというかですね、実は YouTube さんにブチ切れられましてですね、1週間利用停止になってしまいましたね。 YouTube 新しく動画こう 見てる皆さんには影響なかったんですけど、僕たちがですね動画公開できないような状況になっておりまして、ね、ちょっとやばい状況っていうのをずっと言ってきたんですけども、ついにもうリーチと大手とチェックメイト全部来たような、ね、全部同じ意味だけど、もうそんな状況になっております。そうですね。というわけでいつ消えてもおかしくないので、万が一の時の保険の意向を見てもらう方は目の前ほど登録しておいてください。そしてですね、これから YouTube で言えないようなやばい話、裏話などは、まあ、コロナの話などは別のところでまたやろうと思っていますので、そちらのご案内もですね YouTube はちょっと規約上リンク出せないので、目の前のみの公開となりますので、登録しておいていただければと思います。動画欄にリンク貼っております。お願いします。メルマガにね URL 貼って URL 貼っときますね。URL 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 貼っときますね。で、前回配信が、再配信できたのが3月9日だったんですね。ここですね、ドル円で言うと。そして、ここからどうなっていくかっていうとですね、週足で言うと、前回はですね、MA の200が赤い線ですね。赤い線をちょっと上に上回っちゃってるよ、どうなるんかなって言ってたんですけれども、そっからですね実態は抑えられて、まあ、下に向かっているというようなレジスタンスになって下に向かっているというような状況になってます。で、前回言ってたのはこっからですね価格がコロナ前の高値の110に超えてかんとですね、マックディで言うとここから言うとですね、MACD ライン上げ、もうすでにそれ上げは決まってますよね。で、価格も超えていかないと週足レベルでですね、MACD の弱気のヒドゥンダイバージェンスが決まってしまいますよと、いうことです。それは、まあ、トレンド転換を示唆することになりますという話ですね。そういうことを言ってたんですけれども、ちょっと今ですね若干横横が続いている状態ということで、しかも、ま、下げそうな雰囲気もあるというふうになってます。まだ MACD ラインが折れ曲がってるわけじゃないんですけれども、このようにですねヒストグラムをちょっと減衰しているという状況になってますんで、これがカクッと折れてこないかということはちょっと注目に値すると考えてます。はい。で、ボリンジャーバンドからもですね、これ移動平均線が20で、で2シグマでやってますけれども、1ヶ月間はみ出たんですよ。ほう。1,2,3,4 と、まあ、週足で言うとですね、そんだけはみ出たんですけれども、やっとボリンジャーバンドの中に戻ってきたというような感じになってます。で、前回は言ってたのがですね、このフィボナッチリトレースメントから言ってたんですけれども、上げのターゲットが 109.7、そこまで行ったらですね調整してフィボナッチリトレースメントで60.8 のところですね、 108.2 ぐらいまで調整するんじゃないかって言ってたんで、はい、まあ、的中、ほぼ的中と言わせていただきます。はい。で、今これ週足ですけれども、日足で見るとですね、まあ、前回の高値、2020年の6月なんですけれども、ここから見て高値が切り下げてます、現在ですけれども、そして MACD ラインは思いっきり上げてますということで、まあ、弱気のヒドゥンになるのかなと。そして、今現在ですね、MACD ラインがデッドクロスということで、まあ、調整局面に入ったことを表します。とりあえず価格はですねサポートを探してさまよう展開になるんじゃないかなというふうに僕は考えてますね。まずはここ 108.2 のところまでサポート探しに行くんじゃないかと、その後ですね、ここの安値割れ、108.3 の安値、前回の安値を割れていくんで、まあ、下げるとは言いたいんですけれども、まだ、まあ、こんだけ強いトレンドなんで転換と見るには早いですよね。だからとりあえずその下探して上探した後にレンジの展開が続くんじゃないかなというふうに考えてます。で、その後はブレイクした方についていくというような形で、まあ、こっちに行きそうだったら、まあ、どっちかでブレイクするような動きは見せると思うので、そっち
その時の展開でそっちについていくっていうようなことの方がいいと思います。なるほど、はい。アメリカの10年利回りですけれども、うん、これ上げ続けてるんで、今ちょっとね、あの調整入ってますけれども、週足です。週足でこんだけガンガン上げてるんで、ちょっとドルは下げにくいとは思いますね、うんうん、でドルインデックスもですね、まあ、こちらですけれども、だいぶ上げてその後レンジに入ってます、まあ、こっちも上昇傾向はまだ続く余地があると考えます。なので、まあ、下げにくいですよね、うんうん、なんでそこら辺のバランス見ながらですね、まあ、ドル円の方どっちかというとトレンド転換ちゃんとしたっていうふうに思えるまではショートを打つんではなくて、ロングを押し目で入るとこ探すというような形で良いと思います、うん、まあ円安になるってことになりやすいと思う、ね、そうですね、うん、まあ、チャートで上に行きやすいと思うんですね、うんうん、次225です。お225は前回が3月9日だったんですけれども、うん、そこからまあ先週言ってたのはですね、この MA50 そしてボリンジャーバンドでいうと下限になってますよと、うん、でそこからですね、まあ、センターラインの方を目指していくんじゃないかということで、うん、その後上げましたんでこれ書いてたんですけれども、的中と押していただきます。その後ですね、ボリンジャーバンド上限に達して、うん、まあ、下げていってる調整に入ってるんですけれども、うん、現在 MA50 でまたサポートされるのかどうなのかというような局面におります、はい、で MA50 はですね、割と、まあ、こういうふうにサポートされてきたところがあるんで、また今回も明日ぐらいヒゲで戻してですね、上げていくのかもしれないなというふうに考えてますね、はい、で株に関してはもう継続ですけれども、押し目待ってロングというようなやり方でいいと思います、はい、今回もですね、まあ、この MA の50割れてきたらですね、前回安値ですよね、うん、安値ターゲットにしてくると思うんで、あ、ボリンジャーバンドの下限もありますね、雲の上限もあります、うん、でそこら辺をですね、まあ、どこで自分が勝負するのか分かんないですけれども、まあ、押し目を待ってロング、まあ、下げやってきたところじゃなくて一度反転していったところでロングを打つというような形でいいんじゃないかなと思います。で225ですね、うん、アメリカは FOMC 終わりました、うん、で日本は BOJ 終わりましたということで、うん、まあ、何もなくね、別にね、無難に通過したという感じで、まあ、堅調な動きになってるのじゃないかなというふうには思います。まあ、でも一応日銀はもう ETF はそんなに無茶して買わないっていうようなこと言いますけどね、うんうんうん、無茶して買わないけど、別に買わないとは言ってないですからね。好調の時はあんま買わない、うん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 、年間12兆円はやるけど、うん、まあ、そんな一生懸命はやらない前みたいにそうですねって感じな、うん、まあ、でも 日経も結局、まあ、ニューヨークダウとかに連れてかれる感じはあるんで、うん、んじゃ あ,、まあニューヨークダウなんかは、ニューヨークダウっていうかアメリカ市場なんかは月に13兆円ぐらい買うわけじゃないですか、うん、それはまあ続くっていうふうに今回 FOMC で大体分かったので、うんうん、株が強いっていうのはまあ続くんじゃないかなと僕は考えてますね。でナスダックとかは長期金利10年物の国債がですね、こういうふうに上げていってるんで、うん、もう今 1.66 ということで、高いところで先週の 1.7 超えましたよね。1.75 行きましたよね。ということでハイテク株、グロース株っていう、だって半年前なんか 0. 何倍だったもんね。そうですね、うん、えげつない上げになってます、うん、だからこれでですね、まあ、ナスダックハイテク株とか多いんですけれども、売られ買われにくい展開にはなると思います。今後も、うん、日本も一緒ですよね、うん、まあ、少なくとも FOMC で言われてたんですけれども、うん、2023年いっぱい政策金利がですねゼロ付近で維持されるということが言われまして、はい、安心感が高まりまして225は上げてったということですね、うん、言うてもだいぶ3万円ぐらいね普通に行ってたのが下げてますんで、今だいぶお買い得になってるんじゃないかなというふうには考えます。こちらも下値のサポートを探してまた上狙っていくような流れになるんじゃないかなというふうに考えてますね、はい、雲の加減ぐらいまで調整してまた上下狙っていくと、上狙っていくというようなのが来週への予想としておきます。ではね、また来週もね、明日のパーフェクトな日経225とドル円のチャート分析と、いろんな市場関係のニュースをお届けしていきたいと思います。ですが今週はですね、ちょっとニュースが多かったということで、はい、まだ残ってるんですよね。残ってますね、うん、すいません、はい、何が残ってるんでしょう。原油とゴールドと、うん、
トルコリラです。おお、その辺のね、また解説動画また今週出しますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ですがね、神尾 TV 冒頭出たように今ピンチに陥っております。はい、なので万が一の時の保険の意味と、そしてね、YouTube で言えない話はまた別のところをやりますので、そのご案内を受け取るためにもぜひメールマガの方を登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。はい、相場ね、的中させるんで、チャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。お、最近短く切れてるんでいいじゃないですか。ナビの入りコーナー、5秒でお答えください。なんでやねん、もうなあれを視聴者さんからの声を紹介して、制作決定会合の主題歌を作ってください。5、4、3、2、1、日銀の政策決定会合の主題歌を作ってください。ちょっと待って、何やいや、政策決定会合の、うん、黒田さんのテーマテーマソング、テーマソング、テーマソングね、うん、得意やん、歌うの。はい、どうぞ。俺は黒田 B.O.J. からのありがとうございました。ただの替え歌になってますね。それでおぎやかそれなんで。すいません、なんか、はい、何のひねりもなくて申し訳ないです。もうちょっと、もう一節歌ってほしいかったですね。一節ね、一節ね。もう一個、もうちょっと言ってみましょう。え、いや、いやですよ。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと。はい、今日に何も置かないけど。え、歌ったら出てくるって、天才歌詞降りてくるって天才歌ってみ、天から降りてくるからそんなキスする前のような顔顔を見るな顔を見るな。じゃあ七海さんのキス顔でさよなら